皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日も仮面ライダーメモリーオブヒーローズをやっていきます。まあ、前回最終決戦の、前半っていうところでまずはゼウスと戦いました。でゼウスは、彼の一番の理解者であるアイダを復活させたいってことで、このムチリだとかコアエナジーの研究だとかをやってたんですけど、結局アイダ博士は、今目の前にいるやつですよね。要はもう財団 X のトップになりたいと。でそれでゼウスとか彼の研究を利用してて、で、ムチリの体、その中に自分の記憶を入れてゼウスのコアエナジーを大量に吸収したと。そんなわけで、おそらく彼女が、このゲーム最大の真のラスボスなんじゃないかと思ってますけど、今からやつと戦ってきます。ドアッパー怖えな。ああ、ちょやべ、全然当たらねえな。やべ、ドンガス。こいつとは一回戦ってますけど、あくまであれはムチリであって、この攻撃は初めてだな。なんかアイダ博士の声めっちゃちっちゃいな。あー、しまった。クッソ、丸をせんかった。めっちゃ悔しい。ほらお前、でもなんかあれ、ゼウスの時より戦いやすいけど、一個ムービーが、ムチリの力にほころびが、まさか愛に仕掛けた罠がこんな形で役に立つとはね。な、何を言ってるの。僕が愛を疑っていた時に少しだけ彼女のプログラムを改造しておいたんだ。もしも彼女がコアエナジーを大量に取り入れたら、そのエネルギーを自動的に外に放出するようにね。ほう。フィリップ、お前。でもそのお前の行動が最悪の事態を防いだってことか。せっかく愛の疑いが晴れたのに、こんな形で。この事件が解決したらプログラムを修理しようと思っていたけれど、こんなことになるとはね。すまなかったね。はい。私はセクターシティのナビゲート AI。 この島はエネルギーあふれる、とてもすばらしい島です。はい、お前のこの島を愛する気持ちが俺たちを救ってくれたようだ。翔太郎、行くよ。決着をつけよう。そうだな。はい、少し待っててくれ。おお。おのれ、虫けらの分際で。捨て身だ、捨て身状態、こっからだ。離れて離れて、針から。早えな。ああ、ちょ
よし。おお、じゃ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 。お前。しまった、毒攻撃。しまった。やば。やべ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 。くっそ、こいつ。しまったな。これ、ムカチリコンボの方が良かったかな。あ、そうか、こういう歌だった。やべ、死ぬ。くっそ、ムカチリコンボでもあんま変わんねえな。こいつの毒は防げないんだ。やられた。この戦いで終わらしたい。うわ、しまった。よし。そう、あんま近づくとね、なんか毒入ってくるかもしれないから気をつけないと。で、ローリングアタックでしょ。ああ、まず失敗した。やべ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 、危ない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 。うわ、なに。うわぁ、やべぇ。来た。おらおらおら。よし。ああ、でもやっぱこの段階だったら結構いくな。ああ、マジか。くっそ、丸のタイミングが。じゃあ、また失敗した。さっきは結構うまくやってたんだ。ちょ、うわ、やべえな。よっしゃー、おら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 。来た。崩せるかな。よし。よし。半分いったけど。うわあ。離れて離れて。これニードルか。あ、毒ガスだった。
大抵毒ガスやったら回転して攻撃してくるんだけど、またちょっと変なパターンで攻撃してくるんだ。よし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 、いや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 、よし順調順調順調、もうちょい屈せる屈せる、よっしゃ、いいね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 、うわあ危ね、さあはあ離れて離れて、シールドはもう一回、もう一回カウンターやったら屈せるかな。よし、いいよいいよ、よしか、よし、もうちょいもうちょいもうちょい、ハリーが来て毒ガスとかその辺かな次は。おお、でローリング回転かな次。来た、よっしゃ、あーちょ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 、早く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 、これでいけるかな、よし来た、倒した、あぶねやりますね、いや大変でしたよ、かっこ、こんなところで私の野望が、永遠の命が、翔太郎一気に決めるよ、おお、あなたたち仲間を犠牲にするの、いや犠牲なんかじゃない、僕たちは仲間に願いを託された、そう、俺たちを信じてくれたんだ。おお、これはフートの桐彦の風、アンクのメダルが、じゃあそんな仲間の思いを命をつなぐ、そして一緒に明日を切り開くんだ、これが仮面ライダーの本当の力、私が死ねば人類がようやく手に入れようとしている永遠の命まで失われるのよ、限られた寿命の中で未来を諦めることもない、あなたたちは、それが惜しくないの、限られた命でも俺たちは諦めない、信じ合える者同士思いを伝え合うことができれば、その思いがどこまでもつながって明日に続いていく、それが俺たちの
あー熱いな、サンライダーの同時ライダーキック。ゼウス、あのパワー、永遠の命、誰にも渡さん。ダメだ、タワーが崩れる。終わったのか。コアエナジーの反応がどんどん低下していく。ゼウスはこの島を使い尽くしたんだ。何もかも飲み込んじまったってことか。誰にも渡さんか。まったく、なんて執着だ。ゼウスもタワーと一緒に。アイダを復活させたいという願いはわからなくもないけど、あんな力は残してはいけない。そうだな、アイ。お前の依頼、ちゃんとやり遂げたぜ。ナルミ探偵事務所に届いたメールの、アイダ博士を探して、というのは。確かに、誰が出したんだ。依頼人は。今となってはもうわからない。アイダ博士が仕掛けたことなのか、それとも。お待たせ、アイ。終わったよ。とにかく平和を取り戻せた。それだけはわかる。その平和を1分1秒でも長くするのが俺たち仮面ライダーの役目さ。今はもう会えない懐かしい人たちの思いを伝えていくためにもね。そうだな、あいつらの思い嫌になるくらい受け止めちまったぜ。思いを伝える。そうか、みんなの思いが重なっていけば、きっと今日よりいい明日が。思いを伝える。うん、俺たちの永遠を今から始めよう。あー終わりましたね。やっぱりこのね、ダブルオーズって懐かしの仮面ライダーで、まあ、このゲームもう2年ぐらい前か出たの。あの当時ゼロワンがやってたんで、まあ、ゼロワンダブルオーズっていうこのメインのサンライダーでやるって聞いて結構楽しみにやってきましたけど、まあ、BGM、まあ、これあれか、メモリアルサウンドエディションだっけ、なんかあのそういうバージョンのやつですけど、このラストのね、このエニシングゴーズ流れるのいいですね。そうか、なんだろう、もう何を言ったらいいのかまとまりがないけど、まあでもね、キリヒコ、アンク、まあ、過去に戦った敵キャラとかね、まあ、ライバルとかいろいろいましたけど、そういう人たちの記憶もあって今があると、そういうことですね。仮面ライダーダブルファングジョーカーが解放されました。マジか。あ、ブラカワニ、ほう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 。
サバイバルモードのエクストリームが解放されました。アクセラレーター2人は、探偵は2人で1人を入手しました。どこまでも届く腕。世界最強の社長。あ、でもこのクリアデータがあって、こいつもう一回出せるけど、多分これロードしないと使えないよね。さっきのファンクジョーカーとブラカーに。ちょっとそれ使いたいな。ファングジョーカー、ファングメモリとジョーカーメモリを組み合わせたファングジョーカーは野性味のある斬撃が得意。このフォームではフィリップの掛け声でアクションを放つ。使いどころ、刃を使った強力な連続攻撃で敵を翻弄する。肩から取り出すショルダーセイバーで遠距離攻撃も可能。ブラカワニコンボ、コブラ、カメ、ワニ3つのコアメダルを使用することでチェンジできるレアなフォーム。コブラの遠距離攻撃、カメの防御力、ワニの噛みつきと、攻守にバランスの取れた能力を誇る。使いどころ、カメアーム、ワニレッグによる強力な近接戦闘だけでなく、笛でコブラを操る、カペロブラッシュで広範囲攻撃が可能。なるほどね。ちょっとファングジョーカーぐらいは見たいな。わかりました。あ、ファングジョーカーでここで選べるんだ。さあ、お前の罪を数えろ。すげえ。ちょっと待って。ちょっと敵と戦ってるところを見たい。フィリップさん、そっちは頼むよ。ってことは、ブラカワにも試せるね、このまま。敵でなんかもうフィリップと合流してからじゃないとチェンジできないかと思った。すげえな、かっけえ。すげえ。これ L1 は？おお、ショルダーファング。すげえ。強えな。かっけえ。さあ、ひさざざ。おお、ファングストライク。すげえ。おお、かっけえ。じゃあ今度は、はい、オーズ。わかった。ここはやるしかない。の、ブラカワニ。あった。ちょっと待ってね。ブラカワニ。ブラカワニ。すげえ。かっけえな。おお、いいね、いいね、いいね。すげえ。これ吹いてる、吹いてる間すげえ。あ、へえ。ほほほ、すげえな。本気出してみようか。よし、必殺技。サイヤー。ほほ
すげえ。これで決まりでしょう。さあ皆さん、そんな感じでファングジョーカーとブラカーニコンボを試してみました。まあちょっとこのゲームね、長く時間をかけてしまいましたけど、これでようやくクリアということで、まあクリアすることができてよかったです。まあ01も大好きだし、まあダブルオーズは、まあオーズはちょっと当時全部見れてなかったんですけど、まあダブルは放送当時結構見てたんで、結構全部見てたんで、まあ、ダブル中心で使ってたことが結構多かったですけど、まあ、この3人、好きなライダーで、ゲームができてよかったです。まあ、仮面ライダーのゲームはクリアしたんですけど、まあ、他にもまだやりたいゲームとか、やってないゲームとかあるので、今後もそういうのができたらなと思っております。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様です。